注目のスタートです。シグナルに注目。戦いの順位は切られた。まずトップに出たのはサンコス、ブルーのマシン。1周目を終えてトップはサンコス、続いて2、5、1、4コース、3周目に突入。接戦状態だ。4周目に突入。気の抜けない展開になってきた。ファイナルラップに入った。トップが最終セクションを抜ける。サンコスゴールイン。見事勝利したのはサンコス。始まります。シグナルに注目。5台そろってのレースだ。ザノマシンも素晴らしい走りだったぞ。